どうも、激辛ジョリーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、今宵も激辛シリーズになっていくんですけども、今日はですね、千葉の船橋に私来ております。今日挑戦するお店がこの、今日店名ですね、黒さんと言われるラーメンバーなんですよ。珍しいですね、ラーメンバー。まあバーとは言ってもね、ちょうどこの店内見るとね、こう居酒屋っぽい感じなんですけど、非常にこう落ち着いた感じです。まあ酒も飲めて、ラーメンもするとつまみに激辛ラーメンがあるという情報をキャッチしたんで、今日はこれにチャレンジしたいかなと思います。1から2から3から、まあ3からが一応マックスレベルになるんですけども、今回はなんと特別に10からですよ。この10からに関してはこの当店では初めてのオーダーらしいんで、今日はこれを完食して見事名を残したいかなと思います。それでは早速行ってみましょう。レッツゴー。というわけで中入ってきたんですけど、まあこれね、メニュー表を見ると、まあこれラーメンバーなんでね、このラーメンがこのバーっとこう並んでますけども、今日はこの炎の辛味噌ラーメン、これね、メニュー表にあるのこれ1から2からマックスとなってますけれども、まあ僕はこのメニューにはないものをこう挑戦しようかなと思います。おー、来ました。辛味噌マックス超えでございます。マックス超え、はい。10で10で辛味噌、はい、すごい。おー、これはだいぶパンチがやばいですね。いただきます。さあ、報道の辛味噌ラーメンさん、お手並み拝見ですよ。器から溢れんばかりの、すごいな、すごいよ。もう真っ赤っか。ああ来てますね、来てますね、来てますね。だいぶ気合の入ったラーメンになってます。うん、あ、うまい。スープのベースは鶏豚骨で出汁を出して、味噌で、はい、味噌ベースで、はい、うん、非常にちょっと辛みはありますけども、うまさの中に辛みが感じます。うまいね。うん、辛い、うまい、ただスープはこれちょっとやばそうですね。もうなんかつけ麺みたいになってますもん、これ。そうですね、ここまで辛味噌入れないからね。そうなんですか。通常の何倍ぐらい入れましたか。通常が一番辛くて3なので、これ10だから、もう単純に10倍。そうですね、うん、入ってる具材はネギ、もやしと唐辛子、まあ、あとなんかこれひき肉ですかね。ひき肉ですね。ひき肉とか、まあいろいろ、いっぱい。ニンニク。ニンニク。はい。まあいいですね。もういろいろ入ってます。はい。で、これ、一つ言いますけど、これ、インゲンじゃないですから、これ、ちゃんと、青唐辛子、これ、ちゃんと辛いですからね。喉に入るとちょっとむせますけど、うん、みんなでワンテやった方が、ラストスパート。
やりました。ありがとうございます、ありがとうございます。やりました、ごちそうさまでした。辛さレベルの発表していきましょう。黒さんの、炎の辛味噌ラーメン特別、マックス超えの10から辛さレベル、じゃらららららじゃん、辛さレベル6です。おめでとうございます。使ってる唐辛子がこの赤唐辛子と青唐辛子、青唐辛子ちょっとかじった感じで鋭い辛さが喉にズグサッと突き刺さりましたけれども、まあ、非常にこのスープが結構コクがあって美味しかったですね。鶏豚骨の出汁が効いて担々麺のように絡み合って非常に美味しく食べました。スープもスープで、まあ、非常にちょっと量多かったんですけども、まあ、ご飯と合いそうな、ご飯が欲しくなるような一品です。でこれですね、なんと、ここの黒さんで、ジョニーの動画を見て炎の辛味噌ラーメン、ジョニー仕様として言っていただければ、これ裏メニューとしてこれが出てくるそうなんで、ぜひ激辛マニアの方挑戦してみてはいかがでしょうか。というわけで、もしこの動画が良ければチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter とかも更新してますね、フォローお願いします。私は黒さん